羽生選手がホームリンクとして使用してきたアイスリンク仙台が来年2ヶ月間休業することが決まったそうです。今回はその休業の理由や新たなリンク設立に関わる仙台の状況、そして羽生選手のこの1年における激動の軌跡についてお伝えしていきます。昨年は プロ転向後初めての誕生日ということもあり、大いに盛り上がりを見せましたが、今年は様々な騒動の過中にあるため、心配の声も多く聞かれます。この1年、羽生選手は東日本大震災への祈りを込めたアイスショーを念願通りに開催し、村平さんとのコラボレーションや、エルジャポンでの特別な衣装が世界的に話題となりました。 また、アナの制服を着て踊る動画が若い世代の間で爆発的な人気を博し、ギフトに続くワンマン公演を全国3都市で開催するという挑戦にも取り組みました。今年2月には東京ドームで一夜限りのアイスショー、ギフトを開催し、全国の映画館でパブリックビューイングやディレイビューイングが行われ、さらにディズニープラスを通じて全世界に配信されました。 この賞は非常に多くの人に視聴されましたが、ファンによるアンケートでは、オフィシャルの特別選考販売での当選率は約50%、ローチケットの一次販売では12%、二次販売ではわずか4.5%と、非常に低い当選率だったようです。チケットは当然ながら完売し、年末に発売予定の絵ンも発表され、まさかのクランプとのコラボが実現しました。また3月11日には 被災者への祈りと未来への前向きな思いを表現したアイスショーのってステラータで、村隆人さんや田中圭司さん、そして体操五輪二連覇の内村光平さんらと共演しました。羽生選手は自分たちにできることを全力でぶつけ合おうという気持ちで取り組み、お互いのエネルギーが交わり合う姿を見せたかったと語っています。コンクエススト・オブ・パラダイスの演技では、 羽生選手がリンク上で、内村選手はステージに設置された床で演技を披露しました。クライマックスでは、羽生選手のスピンと内村選手の旋回がシンクロし、最後には2人で位置を示す動きも見られました。フィナーレでは、ミーシャさんの希望の歌を全員で演じ、内村選手も慣れないスケート靴で不安そうにしながらも、観客の声援に応えていました。初日の公演後 羽生選手は内村選手との共演について同じオーラを持っている人だと感じました競技や技術を超えて人を引きつけるカリスマ性を持っている方です内村航平という人はたとえ成績がなかったとしてもその魅力を感じるんだろうなとコラボしながら思いました簡単に言うとかっこいいなと思いましたと語りました 一方、内村選手も感動した様子で、譲るは本当にすごい。全力で取り組む姿が印象的でした。僕は体操馬鹿だけど、彼は本当にスケート馬鹿なんだなと思いましたと独特な表現で、2人の全力さを称賛しました。その表現について問われた羽生選手は、人に対して馬鹿というのは良くないですよねと笑顔で答えつつ、プロとして新たな一歩を踏み出した今。 ただのバカではいいいられないと感じていますと続けましたまた内村さんも今回の経験を通じてきっと体操界に新しい風を吹き込むんじゃないかなと期待していますと未来への展望を語りましたその後も恒例のショースターズ・オン・アイス」や「ファンタジー・オン・アイス」に立て続けに出演した羽生選手非常に過密なスケジュールに心配の声も上がる中競技と変わらぬレベルで4回転ジャンプを披露し 声出しが解禁された会場は大いに盛り上がりました。最後には全員で美しい軍部を見せ、初日は無事に幕を閉じました。世界選手権に出場した選手たちと共に会見に臨んだ羽生選手は、順番を忘れて世界選手権には出ていない代表ですと冗談を交えて会場を和ませました。 そして、一人一人のプログラムにはさまざまな思いが込められているので、僕もプロの一員として、そしてゲストとしてそれを皆さんにお届けできればいいなと思いますと語りました。コンディションについての質問に対しては、ドーム公演が終わってから3月に意味のあるショーを全力でやりきったので、その後はチョコパイとか甘いものを久しぶりに楽しんでいますと笑顔を見せました。 羽生選手が選んだプログラムは、2014から2015年シーズンに演じていたオペラ座の怪人でした。このプログラムは、かつて同じ会場で開催された大会でうまくいかず、悔しい思いをしたものです。また、当時は中国杯での衝突事故や、自身の病気や怪我に苦しんだシーズンでもあり、長い間このプログラムを封印していました。 ドーム公演ギフトで久しぶりに披露した際には疲労が蓄積した中での演技でしたが羽生選手はもっと体力のある状態でこのプログラムを完全な形で披露したいとリベンジへの強い決意を示しました見事にそのトラウマを克服した羽生選手はファンタジー・オン・アイスの開幕前に数年間できなかったカナダへの帰還も実現しました コーチや後輩たちとトレーニングを再開し、リクエストにも応じる姿に、ブライアン・ウォーサーコーチも感慨深い表情を浮かべていました、ファンタジー・オン・アイスでは、長らく一緒に滑ってきたジョニー・ウィアー選手がこのツアーを最後に引退。フィナーレでは羽生選手がジョニー選手を観客の前に押し出し、彼が会場を回って挨拶する姿が印象的でした。 ウィアー,ーさんは観客の拍手に送られ、照れながらも笑顔で手を振り、羽生選手とハグを交わしました。最終公演の前日には、楽屋で共演者たちからウィアー,ーさんへサプライズのプレゼントやケーキが送られ、その様子を映した動画が投稿されると、後ろで泣いている羽生選手の姿が話題となりました。そして迎えた最終公演。 羽生選手は舞台袖でウィアーさんの演技を見守り目撃者によると涙を流していたそうですフィナーレでも涙を耐えきれなかった羽生選手は一度裏へ引き下がった後大きな白いバラの花束を持って再登場しウィアーさんがかつて演じた「秋に寄せて」を披露しました 羽生選手は以前からウィー r ーさんのプログラムに敬意を表して自身も演じていたため、この演技をウィー r ーさんに捧げる形で感動的に送り出しました。2人が泣きながらハグを交わす姿に、感動の声が多く寄せられました。その間にも、アナとのコラボや銀座での展示、自伝の最新刊、堂本光一さんとの共演など、多くのイベントが開催されました。 秋には新たなプログラム、リプレイを発表し、先月に埼玉で公演を行い、再び新たな表現で大きな喝采を浴びました。一方で、夏に結婚を発表した羽生選手には、ファンからのエールや驚きの声が飛び交い、一時は混乱した状況も徐々に落ち着きを取り戻しました。しかしか一部ののメディアややファンの過剰な報道や行動により 羽生選手は手にした幸せを手放さざるを得なかったとされています。それでも、ほとんどのファンはこの騒ぎが事態を悪化させたことを理解しており、反応は次第に落ち着いてきているようです。1月に行われる次のリプレイ、公演や誕生日に予定されているメタバース公演に向けて、ファンたちは期待を寄せています。さらに、仙台には新たなリンクが設立されることが決まりました。 ゼビオアリーナ仙台に通年リンクを設けるという計画で、羽生選手もメッセージを寄せています。ただ、羽生選手に頼りすぎている計画ではないかという懸念の声もあります。また、これにより、羽生選手がホームリンクとしてきたアイスリンク仙台との競合を心配する声もありました。 経営が厳しい状況にある中アイスリンク仙台は来年4月と5月に設備を大規模に改修することを発表しました古くなった冷凍機器などの設備を交換し改修には羽生選手から寄付された多額の資金が使われることも明らかにされています以前の報道によるとアイスリンク仙台の冷凍機は導入から20年近く経過しており 本来の能力の約80%しか発揮できていなかったそうです。これを補うために、今回は早朝の貸し切り営業が終わった後、リンク全体を特殊なシートで覆って溶ける速度を遅らせ、再度夜に凍らせる作業を繰り返していましたが、それでも十分ではなく、昨今の高騰する光熱費がさらに経営に追い打ちをかけていました。存続の危機とも言われていた中、 羽生選手の献身的な寄付のおかげで冷凍機の交換が可能となったのです。アイスリンク仙台を運営する株式会社加藤商会の加藤松彦代表取締役は、羽生選手に対し多大な感謝を述べる一方で、新しいリンクができることで利用者の減少は避けられないが、自分たちのことだけを考えるわけにはいかない。羽生さんの多額の寄付には非常に感謝しており、 彼の願いが叶ったこのニュースに対して、国内外のファンからは涙が出る、こういうことをもっと報道すべきだ、仙台のために尽力してくれる羽生選手には感謝しかない、羽生さんのお金で成り立つのは少し複雑な気持ちになるから、私たちも協力させてほしいといったさまざまな反応が寄せられました。 また、羽生選手がどこで練習しているかについては、メディアが騒がずそっとしておいてほしいとの声も上がっています。新リンクのオープン、アイスリンク仙台のリニューアル、そして羽生選手の今後の活躍に、多くのファンが期待を寄せています。それが今日のニュースレターの内容です。最後までご覧いただきありがとうございました。私たちは皆さんからのニュースを受け取り、次のビデオでお会いできるよう、 さらにに熱心に準備を続けていきますチャンネル登録といいねを忘れずにまた次のビデオでお会いしましょうし。